東へ花が削り回る。やっと見つけた優しさ、いつもたやすく知りた。今日来たんですけどね、まあすごいな、まあ、知らないわけじゃないんだけど、知らなかったら知ってたんだけど、改めてすげえなと思ったのは、バスの時間とか見てないから分かんないから、あ、そうだって iPhone で iPhone のマップのとこでイエローハットって入れてやっていくんだと思ってさ、あの iPhone のマップ iPhone7 ですけどね、でそのなんだイエローハットって入力して、で大宮南店か選択すると、その選択してそのなんだ公共交通機関みたいなとこ選ぶとさ、もうすげえんだよ、自宅からバス停まで歩いてって、でバス停で 何時のバス乗って、でどこのバス停で降りて、そこからこうやって歩いていくと何時何分に着きますよって出てくんのな。その間わずか10秒ぐらいですよ、あっという間に分かっちゃうの、何時何分に着く、着き方が。もうバス乗ってだよ、車とかじゃねえんだ、バス乗って行く行き方が一瞬ほんと10秒ぐらいで分かっちゃう、すげえもんだなって改めて思ったけどね。だからなんだろう、その機械信用するような、昔さ、昔機械なんて信用してなかったけどさ、こんなのさ、なんつうの、これも別に便利になるわけじゃねえから、面白いから使ってるけど、別にこんなもん使ったから便利になるわけじゃねえなと思ってたのがさ、俺も子供の頃な、コンピューターなんて。今、これすげえよ。だって、俺さ、イエローハットしか入力してないんだよ。文字で言ったら、本当に。そのぐらいの文言だけで、もう全部、本当に、一瞬でさ、全部道順から到着時間まで全部バスの時間まで全部分かっちゃうって、すげえ便利だなと思って、恐れいるなと思いましたよね。昨日はまあ一人で昼間からブラーっとこう歩いてる感じはなんか懐かしくてね、昔の何十年前にこうブラーって一人とか歩いてっていうかね、なんか行ったらしたことをちょっと思い出したりしながらね、ああなんか懐かしいなと思ったりして、テレビでもよくバスの旅とかどっかブラブラしたりする番組なんかやってますけど、こんな感じであるっていうのかななんてちょっと思ったりもしましたね。お花で言うとやっぱりアジサイが綺麗でしたね。アジサイとチアオイ、それからなんだろうな、ハガパンソスとか、ノウゼンカズラかと、サルスベリがぼちぼちちょっと咲き始めた感じですかね。お花まだまだにぎやかな感じで、それを見るのも、散歩の楽しみだと思いますけど、イエローハットついて、でそれなんだろう、イエローハットの隣がブッコフっていう話を昨日したんだけど、反対側があれ中山神社かな、神社があるんですけど、そこがまたねいい感じなんだよな。悪い感じの神社ってめったにないですけどね、なんかそこの神社がね、参道をちゃんと残してあって、第二産業道路、まあ、沿いっていうかのところだから近辺だから、もっとね削られそうなもんですけど、削らないで結構長い距離ね参道残してあって、そこに、こうなんていうのかな、木が植わってるっていうのは変な言い方だけど、ちょっとうっそうとっていうと怒られるね、物静かな感じのね、参道、なんて言っていいかよくわからないけど、独特でもないな、参道の感じっていうのはいいですね。なんかね、心がね静まってね、あそこでずっと歩いていくと、時間かけて歩いていくのがいいですね、ああいうものはね、ゆったりとこう歩いていくというと、王様に神社があったほうがうやうやしく拝むというと、なんかいいことありそうな気がするもんね。だから参道はなるべく長いこと残しておいてもらいたいとは思うんですけれど、
中山神社さんの方行った。そうだ、だからさ、地方の中山神社はいい神社なんだけど、俺文句言ってやろうと思ったのがさ、越谷のね神社の文句言っちゃう、罰当たるかもしれませんけど、いやでもあれ本当良くないと思ったの。越谷だったと思うけど、久津神社ってさ、行くとさ、2匹繋いであるんだよ、軒先みたいなとこ。なんかさ、汚いが、すっごい汚い色に2頭繋いだってさ、で行くと吠えんだよ、ワン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 って出ていくぐらいの勢いで吠えてさ、あんな神社ねえよなと思ってさ、ね、ああいうのはちゃんと綺麗にしてあげないとダメだなと思いますけど、これあんま関係ないですけどね。